はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。それでは続きやっていきましょう。テイルズ・オブ・シンフォニア。はい、ということで今回がですね、正真正銘最後の戦いになるんじゃないかなと思います。はい、ということで最後のね、ラストダンジョンね、まあ、ほぼラストボスの一歩手前ぐらいのところまで来ておりますが、その前にね、一つやっておきたいことがあります。というのはね、ここの謎を解かなくちゃいけないんですよ。ですね、これですね、ここに入ると、未来は豊かな大地と風の恵みに包まれるものか、渦巻く高き水にて全てを流されるものか、未来に光などあろうものか。この謎を解かなくちゃいけないんですが、こっちは過去に移るは、暗闇の底からにじみ出る怒り、いてついた心を焦がすのは、豪華のごとく燃える像を、裁きの雷をかの者に与えん。のー、これね、なんかね、これ色をね、表してるらしいんですよ。なのでこれを見ると、まずですね、豊かな大地という時点で、黄色だったかな、確かね、そんな感じだったかな。でこの風の恵みが緑で、渦巻く高き水だから水色、そして未来に光などで、光が白か。これがね、あの風の神殿にあった、何だったかな、お話、風の神殿にあった謎解きと多分一緒なんですよ、色のね、あれがね。なのでこの黄色をね、こうやってこの未来の方にね、動かしていくんですよ最初で。多分こうで、でこの魔法陣に入るとですね、よいしょ、あら、よいしょ、ほっで、ほい、うん、そうするとね、こうやってふうにね、動けるらしいんですよ。どうしたらいいんだこっち、そこしかないよね、置けるとこってね。はい、あー、なるほどなるほど、はい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 。で黄色で、次がね緑でしたよね、確かね。緑、よいしょ。まあね、この謎解きを行うとですね、どうやらですね、特殊なアイテムが手に入るらしいんですよ。それをね、取るためには行っております。もうね、ボスはね、目と鼻の先なんですけど、これをね、やらざるを得ないんですよね。ほいっと、お、いいね、うん。であと水色と白ですね。これ、まあ、前回ですね、まあ、よくも分からずですね、このね、過去と未来の石板みたいなやつをね、手に入れてたんですけど、意外にね、お、ちょっと待って、音楽止まっちゃったよ。意外にね、必要なことだったみたいで、まあ、ラッキーだなと。はい、ということで、もうすぐテイルズ・オブ・シンフォニアもね、終了になるかなと思うんですが、まあ、それはね、ちゃんとね、ボスが倒せた場合ですね。うん。ミトスがね、倒せたらいいんですけどね。まあ、おで、最後、白か。まあね、ラスボスっていうのはね、大体めちゃくちゃ強いんでね。まあ、ドラクエみたいにね、なんかこう、変身したりとかすると困るよね。実際ね。よいしょ。まあ、子供のままで戦ってくるのか、まあ、あの大人のね、姿になるのか分かりませんが、そもそもがね、肉体がね、今ない状態なんですよね、ミトスってね。どうやってこうミトスと戦うことになるのかなっていうね、感じはするんですけど、まあ、まあ、ここのね、世界にはもしかしたらそのミトスのね、体になるものがあるのかもしれない。ほい、これでうまいこと入ったかなと。で、反対もですね、謎解きしていかなくちゃいけないんですけど、まずね、黒なんですよね。
ほいっと。まずこいつを持ってきます。ねえ、シンフォニアはね、恐ろしい頃謎解きをさせられるゲームで、これのねせいでね、むちゃくちゃ時間かかってるんですよね、正直。これがなかったらね、かなりね早く終わってたと思うんですよね。よいしょ。青と水色間違ってないかな、色。もうあのダンジョンに着くたびにね謎解きをさせられるっていうね。あとなんだろう、迷いの森みたいなやつがいっぱいあってめっちゃ大変だったなっていうね印象が、まあ今もうすでに過去形で語ってますけど、まだクリアしてないんでね、クリアできるかどうかもね分かんないからね、正直ね。このレベルでね突っ込んでて大丈夫なのかどうかっていうね。エクスリアの時はね、でも70いくつぐらいまでレベル上げたと思うけど、HP9000 ぐらいあったと思うんだよね、確か。こんな4000とかで終わったかな、テイルズ・オブ・エクシリアの時ね。あんま覚えてないけど、なんかね、攻撃力はね、ものすごい高い状態だったような気がするんですよね。よいしょ。でね、まだね、こなしてないサブイベントもね、多分いっぱいあるんですよ。マクスウェルの存在もどっかに多分ねいると思うんですけど、まあ、それもわからないし、あとね、なんだろう、魔装備のやつも全部集めてないから、結局のところプレセアがどういう存在なのかわかんないですよね。多分魔装備全部集めたらプレセアのね謎が解けると思うんですけど、はい、ということでこれが取りたかったアイテムの一つですね。はい、ということで風魔の石、これをゲットいたしました。でこれがあるとですね、どうやらですね、ここにですね戻ってこれるんじゃないか説あるんですよね、一発で。だから一旦ねちょっとセーブして試してみようかなと思っております。はい、一発で抜けて一発でねここに来れるんじゃないかというね、まあ、それだったらねありがたいんですけど、どうだろう。お、いけるか。崩壊した封印のままで戻りますか。ここでセーブしたらね、あ、これ、お、入り口か。お、デリスカーラーの最新部、いけるんじゃない、一応ワープしとこっか。これでかなり楽に移動できるようになったんじゃない。はい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 。で、これ何をしたかったかというと、これね、まあ、一応帰れるようになったんですけど、アルテスタさんのところにね、用事があるんですよ。そこに行って、よいしょ。さてさて、アルテスタさんはどこかな？これね、マップがすっげえ見づらいんですよね。ここだったよね。はい。あ、オゼットに気づいちゃった。ん？誰かいる。誰？かつてこの村には鬼神と呼ばれた男が住んでいた。彼の旋風は凄まじい技を繰り出したそうだ。生きていたか、プレセアよ。あなたは？わしの名はラルフという。かつてお前の父ジークと共に強豪騎士団にいたものだ。強豪騎士団、プレセアの親父さんが？そうだ。先代の教皇の時代、ジークは騎士団随一の剣士だった。斧を使わせれば右に出る者はいないほどだな。でもそれなら、なぜパパはキコリに？ジークの編み出したある奥義のためだ。それはあまりにも強力だったため、他の騎士団員たちもこぞってジークから技を学び、そして騎士団は変質していった。暗黒部隊へとな。技の力に溺れてしまったのだな。さよう、ジークはそれを嘆き、真の奥義をわしにだけ伝えてキコリとなったのだ。だからパパは、貴族やお城の人に面識があったんですね。お前が生きていてよかった。私はお前に父親の言葉を伝えなければならない。パパ、言葉？ジークは心を失ったお前を見て、やがて自分が命を落とすことに気づいていた。そしてお前への伝言を残したのだ。
パパは、パパはなんて？己の闇に負けるな、と。己の闇。お前には心がある。たとえ時を失い感情を失っていたとしても、それは紛れもない真実なのだ。そして心はたやすく揺れ動く。心とはそういうものだ。だからこそ心は闇を生み出す。はい、それはわかります。人は皆そうだ。心に闇があるのは当たり前なのだ。それを制御してこそ、真なる人間というものだ。心の闇を制御する とても難しいです。強行騎士団の連中とは違い、ジークは闇に打ち勝った。私も闇の進行を食い止めた。なぜかわかりません。心が強かったんじゃないか。仲間がいたからか仲間がいたからか。仲間？そうだ、仲間の信頼が互いの心を強くする。私にも信頼できる友がいた。私にはジークが、ジークにはラルフさんがいたんですね。お前にもいい仲間がいるようだ。仲間を信じなさい。そして疲れたら私のところに来るといい。ジークの話をしてあげよう。はい。ロイドさん、これからもよろしくお願いします。もちろん、プレセアの心の闇を俺たちが照らすよ。え？何、なんか奥義かなんかもらえたりするんじゃないの？仲間を信じなさい。何このイベント、なんかミスった感があるんだけど プレセアのただの好感度イベントだったのか、奥義がもらえるイベントだったのか。わあ、ま、いないじゃんラルフも。おい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 、これはまた別枠でセーブですね。さあ、アルテスタさんの域に行きましょうか。うん、用があったのはアルテスタの家ですよね。タバサがね、あの機械みたいな喋り方してたけど、元の喋り方に戻ってたよね。あれすごい不思議で。ミトスをお願いします。うん、元気になってるじゃん。もう起き上がって大丈夫なのか。うん、お前さんたちのおかげだ。ありがとう。何か礼をしたいが。そうじゃ、カスタマイズじゃ。カスタマイズしよう。どうかな。いいよ、礼なんて。それに無理すると体に悪いぜ。いいんじゃ、せめてもの罪滅ぼしじゃやらせてくれ。わかった。カスタマイズしてほしいときは声をかけるよ。はい、ということで、じゃあ、声かけてみましょうか。何かカスタマイズするかね、ということで、これね、すげえアイテムをね、カスタマイズしてくれるんですよね。でもこれ、ムーンストーンとか使っちゃうからさ、一周で一個しかできないんだよね、これね。だから、これを作るのは多分無理でしょう。まあそんなにしなくても多分ね、戦闘中の攻撃力 10% アップか。ロイドだったらね、100何歩ぐらい上がるんでしょ。だいぶいいよね。シーブズマント、エルフンマント、回避力も上昇する。アクアマント。この辺のマントはでもいいかな。エルブンブーツ、水雲、ルーンブーツ。まあ大したあれじゃないね。わかった。でも無理するなよ。大工さんの方がすごいもん作ってくれるね。どっちかっていうとアルテスタさんは隠し的な感じかな。あのダンジョンからさ、戻ろうなんてやついない、いないだろうからね。はっきり言ってね。さて、なんか変なイベントが出てきたから、これはメリトキオに戻ってみようか。ゼロス。待て待て、ってことはこれさ、リーガルとかもイベント起きるんじゃない？ジョルジュのとこ行ってみようか、アルタミラね。プレステアの墓にも、あ、誰これ？メアリー、ジョー、ベス、ダイアナ、みんなどこへ行ったの？あの、どうかしたんですか？娘たちが迷子になったようですの、困りましたわ。ねえ、ロイド探してあげようよ。いいぜ。最終決戦の前に何やってんだロイド。ありがとうロイド。アルタミナの町から外へは出ていないんだろ。はい、それは間違いないですわ。よし、迷子探しだ。はい、ということで迷子探しをね、こんな何の憂いもなさそうな町だけど。迷子探しっつってもさ、遊園地にいるんじゃないの？ビーチとか見るとね、テイルズオブね、やっぱりグレイセス F を思い出しちゃうな。グレイセス F もね、すごいね、記憶にあるのはね、このビーチのね、マップ、すっごい覚えてるんですよね。
そこ砂漠があってね、すごいモンスターが出てきた記憶があり、あ、君だろう。ん？お母様探してる。分かった、戻るよ。しかしまあ、よく私が女だって分かったな。え？男か女とかそういうことじゃなくてさ。とにかく探してたんだよ、子供を。うん、あら、迷子探し、どうせみんな戻っていないんでしょ。私、みんながお母様のところに戻るまでここにいるわ。なんてやつだ、メアリー。そしたらあと2人は多分遊園地でしょう。いるにしてもね。お、うん。しかしまあ、いい天気だよな、ほんと。プリセラのイベントが発生すると思いきや、プリセラじゃない、リーガルのイベントが発生するかと思いきや。うん。さあ遊園地行きましょうか。どうせ多分遊園地にいるでしょう、君たちは。エレメンタルレールが発車します。じゃあ遊園地でお願いします。本当はクリア後に行ってもいいんかもしれないけど、クリアした後世界がここね残ってるかどうかっていうのは怪しいからね。待て、あ、ねえ、お母様が探してる。わかりました、戻ります。です。頼むよ。心配してんだからみんな。はい、いろいろ乗り物あるよ。君じゃないか。楽しいね。君は最初からいたよね。ウェンビエン、参ったなこりゃ。じゃあコーヒーカップのところにいるのかな。ティーカップだったっけ。コーヒーじゃなかったな。観覧車はさ、誰かと一緒に乗れないのかな。あれ、遊園地に一人いたけど、あと一人いるはずだよね、そしたらどっかにね。まさかレザレのカンパニーに行ってるってこと。まさか。はい、そんなおませさんがいる、あのセキュリティを抜けて。だとしたらレザレのカンパニー相当やばいよね、セキュリティガバガバで。はい、じゃあレザレのカンパニー行きましょうか。うん、まあ、セキュリティガバガバとか言ったらね、ニーアオートマタとかなんかちょっと思い出しちゃったな。全然関係ないけどね。リーガル様、皆様、旅を、さあ、ジョルジュ様のね、手腕には驚きますよという話なんですが、ここはとりあえず一旦ね、2階に行ってみましょうか。かくれんぼとかしてんじゃないの？あなたが会長、これは失礼しました。あれ、あと一人どこにいるんだろう。あ、そうか。あっちかな、宿屋の方かな。多分そうだね。しまったな、こっち来ちゃったな。資料室は2階です。ここは社長室だよ。君たち許可をもらったのかい？会長に向かって何という口を聞き方をしてるんだ。若造めが。で、リーガルにね、言われるよ。多分。なんもなしだね。とりあえず一回行きましょうか。じゃあやっぱりあれか、ホテルだね。まああとホテルしかないもんね。しかしちょっと予想外だったね。私は本当に、よいしょ、あれ、谷間帰ってきてないじゃん。呼んだのに。ベスですか、戻ってきていませんが、あの子は少々おっとりしておりますから、何度か声をかけないと戻ってこないかもしれませんわ。はい、ベース頼むよ。このイベントをやらされては思わなかったな。心はもう完全に最終決戦にね挑むつもり。あ、君でしょう。なに、ナンパならお断りよ。もっと素敵なお兄様に声をかけても。くそ、ベロス頼むぞ。ダイアナは私です。すぐお母様のところへ戻りますわ。さすがゼロス。お皿の色がなんか変だよ。はい、キュートなお嬢ちゃん。どうしたのお兄ちゃん、迷子？そんなわけあるかっつーの。やったよ、789ガルドもくれたよ。さあ、そしたらベースのとこ行こっか。やっと2人ね、戻ってきてくれたけどね。あ、おとなしく待ってますわ。ゼロスの魅力にね、やられたか。
じゃあ遊園地。しょうがねえな。ゼロス様が連れ帰ってやるぜ。相当かっこいいんだよね、ゼロスって。ちょうど帰ろうかと思っていました。ありがとうございます。なるほど、人が消えなかったからね、なんか怪しいと思ってたけど、そういうことだったのか。よし、これであとはね、海辺にいるね、最後の一人だね。これで何が起こるのか分かりませんが、こんなイベントが起こるとは思わなかったな。暑くて暑くてもうフラフラです。じゃあお母さんのそばから離れちゃダメだって。心配してんだから、お母さんさ、このご時世何があるか分かんないから頼むよ。あら、みんな戻っているのね。仕方ない、帰るわ。はい、これで4人全部探し出しましたよ。やっぱゼロス君がね、こう出てると絵になるな。これでやっと揃ったわね。ここでちょっと1枚欲しいよね。はい、では取りましたよ。ありがとうございます。おかげさまで全員見つかりましたわ。いや、別にいいけど、皆様にお礼がございますの。そこのホテルの支配人にこと付けてありますので、ぜひお受け取りくださいませ。それでは。お礼だってさ、行ってみようぜ。ホテルの支配人にこと付けている？相当な立場の人か、もしかして。支配人？ロイド様でいらっしゃいますか？皆様宛にお荷物をお預かっております。お、例のお礼だな。なんだろうね。水着と伺っております。お着替えのためのお部屋もご用意させていただきました。どうぞこちらへ。いえへへ。よーし、遊びに行くか。まさか。ロイドは海が好きな称号を手に入れました。まさかの、ロイド様、お連れ様がお待ちです。やったぜ。誰だろう。まあ、本当はシーナが見たいけど、やっぱコレットにしとこうか。コレットかな。ロイド、よく似合ってるね。あら。これ多分好感度のね、1、2、3位なんですよ。コレットも似合ってるぜ。ありがとう。嬉しいな。コレットは渚のマーメイドの称号を手に入れました。せっかくだから着替えたけれど、海には入りませんからね。リフィルは日焼けは嫌の称号を手に入れました。海岸の整備状況を見ておくのも悪くなかろう。リーガルはスイーマーの称号を手に入れました。あれ、あとの4人は？他の人はね、疲れてるから部屋で休んでるって。つまんねえの。じゃあ海岸に行こうぜ。うわー、マジかよー、シーナー。これはコレットか。考えてみたら、ロイドと泳ぐのって初めてだね。あれ、そうか、いつも俺とジーニアス2人だけだったもんな。ずっと羨ましかったんだ。2人は遠くまで遊びに行けるのに、私は村から出してもらえなくて。よし、今日は俺たちがどんな遊びしてたかいっぱい教えてやるよ。どんな遊びしてたかって、飛び込みだろ、潜水だろ、あと貝を取って食ったりとか。で、コレットは女だからあんま乱暴なのは良くないよな。大丈夫。村では剣術ごっことか一緒にやってたじゃない。よし、わかった。行くぞ、コレット隊員。はーい。今日はふやけるまで遊ぶぞ。大丈夫かな。これで終わりか。あんまり遠くに行ったらダメだよ。青い海、白い砂浜、絵に描いたような風景だよな。あらららららら。そしたら先生は？先生どっかでこう、なんかこう、日焼けは嫌って言ってたからね。先生いないか。あ、いたいた。ビーチは綺麗に使われているようだな。清掃班が丁寧な仕事をしているようだ。何もこんな時まで仕事のこと気にしなくても。そうだったな、すまない。リーガルはどうすんだ？泳ぐのか？いや、私は少しビーチで休むつもりだ。へー、つまんねえな。あ、そうだ、埋めてやるよ。な、な。いや、私は。遠慮するなって。どうした、リーガル？なんだ、そのハートは。怖いぞ、リーガル。さあ、リーガル。
埋められたリーガル。これはなかなか、ほっ。嬉しかったの？いや、レスラリのカンパニーの会長埋まってたらさ、やばいでしょ、誘拐されるぞ。先生、先生、泳ぎ方教えてやるよ。結構です。大丈夫だよ、この辺遠浅ったって言うから。バカ言わないでちょうだい。人間は膝丈程度の水でも溺れるものなのよ。先生、人間じゃないじゃん。こんな時に揚げ足を取らないの。いてててて、て、あらららら、そのセリフは言っちゃダメだよ、ロイド君。スケルトが崩れるなんて、ようやく彼女に告白できて、しかも OK もらえたのに。これ世界がさ、そのねえ、スクリーンの塔が崩れた後にセリフがこんな風にさ変わっていくっていうのがさ、ねえ、確認できてよかったねって感じだよね。これ各町にこういう感じでイベントがあるのかな。あ、そうだ、先生たちのそのあれを見ないと。ステータスね、ロイド、スケベ大魔王。ぬるぎるだろうがなんだろうが覗きは良くないと思います。俺あれだろう、コレットの感想だろう。んと、海が好き、水中メガネに忍びくる、そして見つかり、そんな彼の姿を見て海が嫌いと言えますか。そしたらね、日焼けは嫌、パラソルの下で本を読む方がいいわ、波の音は精神安定効果があるのよ。先生、こんなところでもあれね。さあ、コレット、渚のマーメイド、白い水着に眩しい笑顔、君は心のサンシャイン。まあ、これさ、別に能力があるとかじゃなくて、多分その服が変わるっていうだけだからさ、そんな大したあれはないと思うんだよね。そしたらメルトキを向かっていこうか。ゼロス関係のイベントが発生するかもしれない。そうだね、行きましょうか。まずね、さあ、メルトキをやってまいりました。またね、なんか知らない人が一人と増えたりしてるかもしれないよね。闘技場ももしかしたら入れるかもね、もうすでにね。話聞いてみる？開催してるかもね。ハニー、元気かい？ふふ、面白い方。あ、何これ、またできてる。待て、究極のレシピを渡せ。これは我が輩の後継者に渡すものだ。何をしてる？うるさい、料理のこともわからねえ素人は引っ込んでな。その素人相手に料理を作っているのだろう。相手をバカにしていていい料理など作れるものか。なんだと？そのものの言う通りだ。料理の心を知らぬ者にレシピを預けるわけにはいかない。さらば。お前たちのせいでワンダーシェフを取り逃したぞ。このまま黙って帰れると思うな。やる気か？おう、料理で勝負だ。え？よかろう。何？どういうこと？レシピは俺が選ばせてもらうぜ。よし、ビーフシチューだ。お、ビーフシチューの作り方覚えたって。こんなところで。相変わらずリーガルの料理をうめ。それに比べるとあんたが作った料理は一味足りないって感じだね。何？味付けは単調だし、火加減も適当すぎる。心がこもってないんだよ。バカな。リーガル。プロのおごりが腕の低下を招いたのだな。そうか。俺は究極のレシピを求めるうちに自分の腕を過信してしまったのか。それに気づけば気候の料理もより輝くだろう。そうか、そうだな。また修行のやり直しをするか。これであのコックもまた人々の舌を楽しませてくれるような素晴らしい料理を作ってくれたろう。それにしても、なんで料理対決なんかしてるんだ俺たち。その通りだよ。え？素晴らしい戦いだったリーガルブライアン君。うわ、また出てきた。先ほどの料理対決の勝利を記念して、私からリーガル君にプレゼントさせてもらおう。これは？君にはこのコスチュームの鼓動が聞こえるだろう。時代のワンダーシェフを目指して料理道を追求してくれたまえ。おい、待てよ。どうしてお前あの変なコックに狙われてたんだよ。我が輩ではなく、我が輩の一族が代々守り続けている究極のライスピーが狙われているんだよ。
奴らはダークシェフ連合の資格なのだ。話がどんどん大きくなってきたね。悪の心に染まった料理人を救うため、我々ワンダー一族は常に後継者を探している。リーガル君精進したまえ、君には素質がある。いや、しかし。ん？どこかでダークシェフに苦しめられている人の悲鳴が聞こえる。さらばだ！リーガル。ま、この服はありがたくいただいておこう。だな、それを着てまたうまいもん食わせてくれよ。承知した。リーガルはザ・アイアンシェフの称号を手に入れました。リグル先生、ちょっと水着着てもらおっか。今なんて遺跡マニアか。先生、結局 TP だけが高ければいいっていう感じだよね、結局ね。まあ、ゴージャスお姉様にし、あじゃなくて日焼けは嫌にして、コレットを、なぎさのマーメイド。で、とりあえず先生をね、戦闘にしましょうか。いや、先生。あの空何でしょうか？うん、ここはテセラ城だ。さあ、先生のセクシー衣装を拝んだところで、まあ、これもでもね、スクショしとかないとね。まあ、あとはコレットのね、セクシー衣装も拝んでおきましょうか。よいしょ。じゃあ、これで二人分ね、セクシー衣装を拝ませていただきました。やっぱりここはね、実況的にはね、やっぱりね、シーナのね、衣装が見たかったですが、しょうがないね、これね。遺跡マニア。もう、まあ、頑張って、その、フィールド上のね、好感度イベントを探していけば、うまくできたと思ったけど、これ、ぺったんこにしたらどうなるの？あ、変わらないか。お風呂の格好になるかと思いきや。そしたら、コレットが、サイリンスピリチャー。何してたっけ？巫女にしてたよね、コレットね。TP か。そんな、TP が上がってもっていうところもあるけど、まあ、巫女だね。で、もう一つやりたいことがですね、多分今のメンバーだったら、あれ？お、なんかカメラがおかしくなってるぞ。なんか真ん中に焦点があってて、左右に行けなくなっちゃってる。よし、治ったかな？セバスチャンにお話ししたら、あれが変わるかなっていうね、イベントがあるかなと。ゼロス様、世界のご婦人方へのご挨拶すべてなったようでございます。ん？カウントご苦労さん。ま、俺様の献身的なアタックの成果よな。何事も最後まで投げ出さぬ。そのお姿にこのセバスチャンも目頭が熱くなる思いです。いや、まあまあ。このことをヒルダ姫様の使者にお伝えしましたところ。え、ヒルダ様に言ったのか？はい、称号をくださるそうでございます。ゼロスは地獄の称号を手に入れました。よろしゅうございましたね。なんつう称号だよ。さあ、ゼロス君も称号を手に入れましたね。ジゴロ、よくもまあ世界中の女の子に話しかけました。そんなあなたの偉業を称える称号、防御知力回避命中。そんなところが上がるの？さあ、いろんなね、称号のイベントが、ね、爆裂にできたね。これまた大工さんのとことかに行ったらまたさらに変わったりするんじゃないの？あ、レアペリットだって。マジかよ。こんなとこでもらえるの。どうしような、その、いけません、ダメです。私は神に使えるんです。ダメなんです。やった、ミラクルグミは美味しいぞ。どうしような、メリトキオが済んだから、はい。本命というかね、本来だったら、行かなくちゃいけないところがね、どこだったかな、サイバックだったような気がしたんだけど、サイバックだったかな、一個なんか挟まなきゃいけないんですよね、これ。ちょっと待ってね。なんか挟まないとね、いけなかった記憶があるんだけど、どうだったかな。
はい、すいません。少し調べさせていただきました。一旦ヒームダールに行かないとね、いけないらしいんですけど、まあ、ここでもイベントがもしかしたらね、転がってるかもしれないので、なんかこう、怪しげな人がね、いた場合は、話しかけてみましょうか。いなさそうだね。中に入ってはいるかもしれないけど、そこまでは少し拾ってる時間もないので、よし。まあ、これね、なぜこういうところを巡ってるかというと、それぞれのキャラクターにゆかりのあるね、土地に向かっていこうかなっていうね、ことを今やってるんですよ。それで何かが手に入ればなって思ってるんですけど、まあ別にゆかりがあるわけじゃないけど、フラノールにもう一回行ってみようか。魔装備が結局手に入ってないんですよね。そのあたりどうなってるのかなと思って、気にしてるんですけど、全部手に入ったことになってるのかな。ブレスヤのね、すべて揃えたらか。なんだか違うものに見えてしまうの。あの色の空から降ってくる雪はなんだか違うものに見えてしまうの。麗しい方、こんにちは。おやおや、美男子ですね。さぞかし女を泣かせていることでしょう。はっはっはっは、これは叶わねえな。ふっふっふっふ。ダメだ。ゼロスで話したら、何でしょうね、あの空。あの空は何でしょう、オーロラでもないような。ここは雪の都、フラノールだよ。フラノールではなんかイベントが起きそうな人がいたりしないかな。明らかに見たことがないような場所に立ってる人？ん？これ誰？うわ、なんだろう、あの空、初めて見る。見たことがないとこに立ってるかなって思ったけど、そうでもないね。教会の方にいたりしないかな、フラノールの。やっぱりそれぞれ、今年の流行色はピンクだよ、絶対。やっぱそれぞれにゆかりがあるとこしかないか。となったらイセリアか、空がどうかした？大工さんのところかな。え、あの空が星だっていうのかい？ここはマーテル教会フラノール聖堂です。あ、マーテル様、我々をお導きください。マーテル教会っていうことはね、まあマーテルがやっぱりその、ね、伝説になってるんだよね。ミトス教会じゃないもんね。マーテルがすごくこう、やっぱみんなを引っ張っていったね、一番のこう、立役者というか、雪のないフラノールってどんなだろうね。雪止まないからわかんないけど。あ、先生もう帰ってきた？お、帰ってきたじゃん。君たちも風邪をひいたんだろう。ここに来る患者のほとんどの病気は風邪なんだよ。なんでだろう。まあ、風邪で商売してね、お金を取ってたらね、ほんとこう、マッチポンプというかね。自分で病気を作り出してね、自分で治療して返して。いやー、とんでもない、やぶ医者だな。さてさてさて、そしたらヘイムダールに一旦行きましょうか。まあ、あと縁がある場所があるとしたら、ゼロスの妹がいたね、場所。修道院かな？あそこぐらいかな、あと縁があるとしたら。ほいと。さあ、ノイッシュに乗って、ヘイムダールに行きたいんですが、ここ入り口がよくわからないんだよね。この橋があるところが入り口だと思ってはいるんですが。お、入れるか？さあ、パッと移動しましょう。お、みんなでもよ。ここはエルフの里、ヘイムダール。月の塔が崩壊した時の被害で里はめちゃくちゃだ。みんなでもまだいるんだね。ヘイムダールに残ってるんだね。ヘイムダールもひどいありさまだ。猫人たちも無事だったようだ。ヨーガルな受付に話しかけてにゃ。こんにちにゃ、猫人探検隊へようこそにゃ。取り漏らしチェックか。魔装備がどこにあるかね、気になってるんですよね。プレスヤーのイベントがね、それだけちょっと気になっておりまして、進まないんですよ、プレスヤーのね、謎。お、リカルド。どうしてハーフエルフがこんなところにいるんだよ。リカルド、この者たちに我々が助けられたことを忘れたのか？そんなもの、エルフが本気で立ち上がれば何とでも。自分には何もしなかったくせに偉そうなこと言うな。それは、
その少年の言う通りだ。我らは中立の道を選んだ。その道を選んだ以上、お前の言葉はこの者たちも我らエルフをも侮辱する発言になる。でも俺はこんなハーフエルフには負けないはずです。グローリー師匠のもとで修行したんだ。こいつ勝負させてください。今そんなことしている場合なの？マナが枯渇したら魔術は使えなくなる。そしてそのうち全ての力を失った大地も崩壊する。いつか平和になったら相手をしてあげるよ。もっとも僕が勝つことは疑いようがないけどね。ならさっさとこの大地を救って俺と勝負しろ。待ってるからな。死ぬなよ。よかったじゃん、ジュニアス。友達できたね。私の弟子が失礼をしました。でも、あいつはあいつなりにジーニアスを、ハーフエルフを応援してくれたってことだろ？うん、そうだよね。僕必ず生きて帰ってあいつと魔術勝負をするよ。そのためにはあの強大な天使たちと戦うのだろう。我らの命を救ってくれたお礼に私の術を授けよう。え、だって僕、ハーフエルフなんだよ。それこそそんなことを言ってる場合でもないだろう。この術はリカルドにも授けた。いつか互いに勝負するために覚えておくといい。ジーニアス、習っとけよ。うん、へへ、そうだね。お願いします。うん。え、メテオスウォーム？マナを知る者の称号を手に入れた。ああ、この術で大地を再生してみせるよ。気をつけてな。うん、その時は勝者に私の秘術を授けよう。へへ、うん、頑張るよ。まだあんの秘術。すげえな、このじいちゃん。え、待て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 、ジーニアスがむちゃくちゃ強くなったんじゃないか、これ。何だったっけ？マナを知り者。マナを知り、断りを折る。神魔のごとき力を振るう少年を、人は敬意を込めてよ、こう呼んだ。これめっちゃ強くなるやつじゃない？ TP 上がるしさ、TP が上がるさ、ねえ、ジーニアスの称号ってこれしかないんだよね。さあ、とんでもない名前のメテオスウォーム53。なんだこれ。無属性上級魔法。いずこより飛来する流星を呼び寄せる無属性上級魔法。ちょっと使ってもらわないとね。すっげえ。こんなの当たったら痛いで済まないよ。こんなものが降ってくるなんて、子供たちが無事で本当よかったわ。そうだね、無事でよかったね、本当にね。さて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 、びっくりしましたね、こんな呪文がもらえると。だからあのさっきのやつのプリセラのイベントさ、心が強かったからっていうやつにしとけば、もしかしたらプリセラがね、新しいなんか奥義かなんか手に入れてたんじゃないかな。ここは奇跡的に被害がなかったようですね。いやー、あの選択肢は失敗したかな。プレスエが奥義持ってたら、最終戦争で、最終の戦いでね、もっと有利に戦えたかもしれないのにね。あ、なんかいるんじゃない？ここ。なんか見えるよね、これ。あ、話す。あ、あなたたちは、おかげで助かりました。ありがとう。なんてとこにいるんだ。大変だよ。村から貴重な書物がごっそり盗まれたんだ。どうしよう、まだ燃やしていなかったのに。どうして本を燃やしちまうんだ？魔界の争いを示したという呪われた本だからさ。何でも魔界の王の座をめぐって争っていた魔族たちをこの本の中に封印しているんだ。なんだかおっかない本だな。その本を燃やすことのできる風魔の石も失われていて、燃やす機会を逃していたんだよ。風魔の石ならデリスカーランで手に入れたぜ。本当かい？だったらどっかでその呪われた本を見つけたら燃やしてしまってくれないか？あれが読んでたら封印されていた魔族が外に出て、この世は魔界ニブルヘイムになっちまう。その風魔の石を使えば体内のマナを吸い出して聖なる炎に変えることができる。それで魔界の石を浄化してくれ。魔界の石ってのを見つけたら燃やすんだな。気は進まないけど、とりあえず覚えておくよ。はい。この被害に乗じて外からいろんなエリフの貴重なものが盗み出されてしまった。ひどいな。風車が倒れてしまったわ。里の被害は計り知れない。エリフはあなたたち人間に頑なだったかもしれません。あなたたちのような方々がいるのなら手を取り合うことができるのかもしれない。
あれ、そっち行ける？そうそうそう、これでイベントのね、フラグが立つというかね。あなたたちが助けてくれたからおかげで被害は少なかったのよ。さあ、長老様は帰ってきてるかな？家に、このボロボロの。ああ、いる。ミトスやクラトス、そしてロイド。この事象に関わった全ての者に我らエルフは接してきたというのに、その実、何も動いていなかったのだな。人やハーフエルフではなく、重責から逃れようとした我らエルフこそが、最も愚かだったのかもしれぬ。すまなかった。まあでも、この世界、ね、まあでも、人間を犠牲にしてね、生きながらえてたわけだからね。この世界はさ、だって、マナを食って食われつの状況をしてて、天才が神の怒りとするならば、今回の救いの塔崩壊もまた神の怒りなのでしょうか。その食いつ食われつの関係をさ、ずっとこう、見て見ぬふりをしてたわけだからね。で、犠牲になってたのは人間だからね、巫女になってね、かわいそうにっていうね。でもそれはもうどうでもいいって感じだったんでしょ。自分たちの村さえ良ければ。さあ、でもじゃあこの村は4000年前からあったってことだから、もともと一つになったとしてもここは残るってことだよね。古代カーラン大戦の時からあったわけだから。修道院ってこっちだったよね。さあ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 、よいしょ。じゃあゼロスの妹に会いに行こっか。いや、プレセアのイベントだけすごい気になるな、あれ。大体このね、シンフォニアってね、まさか救いの塔が崩壊するなんて、選択肢が2択あったら上を選んどくのが正解ってのがあるからね。さっき下選んじゃったでしょ、プレセアのイベントの時。やっちゃったかなっていう感じがあるんだよね。用が済んだならお帰りになって、セレス。今そんな、ねえ、あれじゃないんだって。世界が今危険な状態になってんだよ。この世界が終わってしまうかもしれないんだ。とか言いつつ、悠長に世界を回ってるっていうね。さあ、残り縁があるのは、まあ、ロイドたちが、その、イセリアかなと大工さんの家に行くっていうだけかな、縁があるとしたらね。もうあとパルマコスタとかは、だってもう縁ないもんね。そしたらそのね、魔導の書っていうのが、一応ね、このサイバックにあるらしいので、それだけは回収しておきましょう。で、セーブデータはね、新しくね、作り直します。あ、てか、作り直すとか、新しく上書きじゃなくて、新しくセーブデータを作ります。本があるとしたらサイバックはあそこだよね。いつものね、ここでしょう。あるとしたら。聞いてみよっか。学術図書館へようこそ。天使様が天から落ちるのを見た。まさか怪しい薬のせいだろうか。救いの塔の構造について資料を探しています。神の機関と呼ばれるクルシスには、器としての肉体に関する資料が多く残されていると聞いていた。衰退世界になれば、クルシスの天使と接触できるという話だが、現在の状況も衰退なのだろうか。この人かな？クルシスの天使も魔術を使うとか、彼らもエルフと同じ血が流れているのでしょうか。ハーフエルフだからね。月の塔が消えるまでには寄せるなんて言ってたんだけど、まさか本当になくなっちゃうなんて。ねえ、世界が衰退するとき、救いの塔は消えるのよね。ああ、そうかそうか、それでか。救いの塔の破片に見知らぬ植物の木片があったの。救いの塔も超古代文明の遺産を利用したものだったとか？これか。ねえ、見て、この本、エクセフィアがついてるよ。ほんとだ、なんて書いてあるんだ？天地銀行だね。封印？何かの封印みたい。もはやここまで封印の力が弱っているとは。オリジン、どういうことなんだ？これは古代大戦の時にミトスたちが魔界の王たちを封印した禁書。しかし長い時間を経て封印が弱まり、禍々しき力が働いている。このままでは本の中に吸い込まれるぞ。なんだって？この木に取り込まれた後は出られるかどうかも定かではない。今ならば我が力で守ることもできるがどうする？助けてくれ。
承知した。この本を放置しておくのは危険だ。できることなら一刻も早く燃やした方がいいだろう。準備をしてから挑んだ方が良さそうだな。はい、ということでね、この魔界の王たちがいるね、ここがですね、どうやらね、隠しダンジョンと呼ばれるね、エリアらしいんですよ。まあ、今回の実況では行きませんけど、まずはね、イセリアに帰ろうと思います。さあ、こんだけね、ずっと、まあ、動いてて、もう50分くらい経ってんだけど、もう多分ミトスとの戦いはもうね、もう目と鼻の先っていう状況になってるので、よいしょ。まあ、シルバラントに行ってね、少し回ってみましょうか。気になるけど、これね、シルバラントの他の町、別にゆかりはないけど、トリエットとかにもね、人がいたりするんじゃないかな。特にゆかりがあるわけじゃないけどね。ああ、でもこのイベントぐらいか、おじさんのイベントね。しかし、好感度のレベルがね、リーガルがね、3位っていうのがね、よくわかんないんだよね。これ、4位か。これと、先生、リーガルかな、多分順番的にはね。おそらくね。よくわかんないんだよね。リーガルはそんなにさ、ね、イベントで、リーガルそんなにしたかなっていうね。さっきのワンちゃん名前ついてた？亀内。多分オゼットの時にね、コレットが犬の名前をね、鑑定しなかったから、多分もう、名前関係の称号は取ることはできないんだよね。まあ、クリアすることがね、一つ目標なんで、そこまでこだわってるわけ。あ、ルイン行こっか。あと、ルイン、そう、こっちの方がね、街残ってんだよね、結構ね、シルバーランドね。こっちの、ここね、ほいっと、ここも、街が残ってるから、ハイマか。ハイマに行きましょうか。まあ、特に何もあるわけじゃないと思うけど、なんか究極の技とかね、教えてくれたらいいのになって思ってるんですよね。空が大変なことに。月の塔は消えちゃうし、空はあんなことになっちゃうし、どうなっちゃうんだろう。そうか、シルバラント側にも一応異変が残った。ああ、そうかそうか、不思議なジェム購入か。巫女の世界再生は失敗したという噂が流れていますじゃ。ロックン。じゃあもうイセリアはあれだね。大工さんとかぐらいかな。まあいつと先に、ソードダンサーと先に戦うっていうね、やり方もね、一回やってみようかなって、挑戦はしてみようかなっていうのもあるので、ルインに行ってソードダンサーと戦って、で、あっち行きましょうかね。ここも、イベントはもうないでしょう、多分。ノバ博士とかはどうなのかな？勇者ね。いないか、博士は。いないね、ノバ博士もね。じゃあ行くしかないか。よし。ここの風の街はまあ置いといて、ユニコーン復活とかしてないかな。マーテルがどうのこうのっていうね。まあ、宿屋ぐらいだったら泊まってもいいけどな、ルイン。さあ、ルインやってまいりました。特に変わってないな、ルインね。まあ、お金寄付してないしね。17万か。だいぶお金貯まったな。じゃあ寄付するか。皆さん最低限の生活ができるぐらいには復興してきましたよ。でもまだまだです。元の美しい街を取り戻せるように頑張りますと。はい、じゃあ、4万5千。いつもすみません。
はい、4万5000ガルド。よーし、頼むぞ。さあ、復興どんな感じになってるかな？期待してるよ。希望の街、ルインはここさ。お、皆さん、街機能はほとんど復活しました。もう一息ですよ。もう一息ですよ。どんだけ金取るんだよ、本当に。まだまだこれからですけど、いい街ですよね。僕は絶望の街と言われていたんですよ。ほんと頑張った甲斐があってよ。一応300カルトで止まっとこっか。まあ、TP とも減ってるからね。一応止まっておいて。よいしょ。さあ、武器防具屋がね、できてるかどうかですよ、問題は。もうどこで遊んでも怒られないんだ。過ごしやすいんで、ついつい長居してしまうよ。お、ここはまだできていないんだ。中は随分できてるんだが、外は随分できてるんだが、中はまだまだ。武器屋さんだったか、そこが。こいつの声を作ってやることにしたんだ。ブンブン。あ、猫人さん。猫人さんが、探検はいいよ。次はあそこに乗るかの。せっかく降りてきたんだからもう登らないでよね。孫娘さんかな。大変だよね。まあ、元気なのはいいことだけどね。怪我したらもう、ね、もう動けなくなっちゃうかもしれないからね。もうすぐこの噴水も元通りみたいね。この噴水が元通りに治ったらルイも復興したと言えるわ。最近気づいてきたのですが、この湖透き通ってますよね。ああ、確かに。だいぶ綺麗になったね。誰も手伝わない自分が悪者みたい。お、何度か少し寂しい気がするわい。船がなくなったね。あれ、物資を運んできてた船なんだろうね、きっとね。すごい勢いですね。おや、あとちょっとなのに。まだ残ってるな。もう服はほとんど完了しました。町の人々の頑張りや皆さんの寄付のおかげです。ありがとうございます。こっからだとよく見えないけど、蝶々の声はちゃんと聞こえているわ。教会も出来上がったかな。こうなんかアイテム増えたりしてない？コントラクト変わってない。あ、スペクタクルズか。これだけ買っていこうか。じゃあでもありがとさん。あ、2階が復興してる。うん、いけた。町も着々と、復興しています。早急に過ぎてピエトロと父が体を壊さないか心配ですわ。もうソフィアだったっけ？ソフィーだったっけ？あの子じゃないな。あの子はまだハイマンにいるのか？連れてきてあげたらいいのにね。命の恩人だよ。ピエトロにしたらね。あ、なんか向こうに人がいる。あ、教会。これはこれは、ようこそマーテル教会へ。教会というより礼拝堂ですけどね。おお、あそこにいる人、どうやって話しかけるんだ？はい、ということで一応、まだお金は余ってるから、もう、買うようなアイテムもないからね。がっつりつぎ込んじゃうか、そしたらね。次いくつ？お金、つぎ込めるの。5万。はい、じゃあ。はい、いつもすいません。このお金有効に使わせていただきます。はい、じゃあ5万ガルド。追加しますよ。どうなる？あ、そうでもまだ8万余ってるからね。だいぶでもお金貯まったよね。ブルーセフィラのおかげだよね。本当に。はい、希望の街。お、皆さん見てください。やりましたよ。とうとうルインを復興させました。すごいじゃないか。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。実は町の人たちとも話していたのですが、デザイン愛に対抗するのろしになればと思い、さらに町を発展させる計画を立てています。もっとも予算の都合がつけばなのですが。え、ちょっと待ってくれ。わざわざお立ち寄り。まあ元通りなんだって。随分と長い間滞在してしまった。なんかこの町に愛着が出てきたよ。やった、武器屋ができたぞ。さあどうかな。おお、めっちゃいっぱい人がいる。この店に武具を下ろして代わりにルインの特産品を仕入れるんですよ。
応それなりの武器は扱っているようだな。カイサルマティへようこそ。なんだよこれ、昔のままか。なんだよなんだよ、もうちょっと品揃え良くしてくれよ。カスタマイズや。全然昔のままじゃんこれじゃあ。買い替えるべきか今しばらく待つべきか。ルイなんかこんな感じだったね。在庫チェックしています。じゃこれをもう一声お金を預けたらグレードアップするのかな。あ、見てくれこいつの声もできたぜ。なんだかんだでちゃんと育ててるんだね。あー、そこに猫人さんがいる。ここはすごい街だ。ここの2階とかに誰かいないかな。やだや。誰もいないぞ。失礼しまーす。あ、じいちゃん。どうだ、時間がかかったが完成させたぞい。よかったね。とりあえず、時間はかかったが完成させたぞいっていうかさ、そのお金の大半をね、ロイドたちが出してるからね。さもやってやったぞいみたいな感じの言い方だけどさ。ね、最大の功労者でもあるんだよ、このお金を、資金を出したね。ねえ、大人のマー君がおねしょしちゃったらしいわよ。あんでもそれは大変だ。ついに復興が完了しました。町の人の絶え間ない話がこの町の平和を物語ります。復興も一息ついてようやく落ち着いてきたよ。素晴らしい、まさに再生の町ですな。まあ再生したね、ルイもね。おおお、教会も礼拝堂のままで変わらないかな。神父が一人増えてるとか増えてないか。道具屋ぐらいは少しアイテム増えてない。こんなところだったっけ、道具屋って。ショップ、あ、変わらないか。こっちに人が増えてたりはしないか。ピエトロの話しかしない。復興は完了しました。この街は蘇ったんですね。まあよかったね。でもね、かなりつぎ込んだよ。何ガルドつぎ込んだかな。10万ガルド以上つぎ込んだよね、少なくともね。20万ぐらいつぎ込んだしない。スイカ待ちなんですよ。あー、冷やしてんのか、川の水で。私も何か手伝おうかしら。あ、お、なんか変な人がいるぞ。ほらおじいちゃん、またそんなとこ登って。あれはもしかすると、これがこの噴水の正しい姿なのね。この町も昔の姿を取り戻せたわね。よく少数で始めた復興でしたが、実を結んで本当に良かったです。さて、怪しげな人がいますが、この人。お客さん、お目が高い。なんだよ。何がだ。今ならこの船を3000ガルドで販売中だ。どうだい、買ってみないかい。3000ガルドか。こんな船が3000ガルドだって。こんな船買ったって海に出られねえじゃねえの。この船は今イズルドで流行ってる水上別荘ってやつさ。そんなの流行ってなかったですよ。え、あ、いや、これから流行るんだよ。どうだい、将来のスイートホーム作りのために。将来のね、大好きなあの子とラブラブできちゃう別荘だぜ。さあ買いなって。よろしかった。通行なくっちゃな、早速契約書を交わそうぜ。よし、これが契約書だ、なくすんじゃないぜ。じゃ、またな。おい、どうその契約書を見せてちょうだい。これは、やっぱり騙されてるわ。え、どういうことだよ。ここをご覧なさい、賃貸契約書と書かれているわ。あなたはアイフリードという人物。アイフリード？この船を3000ガルドで借りたことになってるのよ。なんだと？あれ、アイフリードさんって確かライラさんが手紙を渡してくれって言ってた人だよね。まさかあいつがアイフリードか。畜生、今度会ったら覚えてるよ。アイフリードだったのかあいつ。あの爺さんも元気だな。おい、マジか、あいつがアイフリードだったのか。なんかアイフリードってテリーズシリーズいっぱい出てくるけどさ、ね、顔見たことなかったんだよね。いや、見たことあるやついたかな。あれはいいっすか。全く違うゲームだったね。
うん。おい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 、アイフリード、宿に泊まってたりしねえか？いやー、やられたな。3000ガルドの借用書か。ロイド騙されちゃったよ。どうする？3000なんかで手に入るわけないよね。あんな船がね。イズルドって言ってたから、イズルド行ってみようか。もしかしたらあいついるかもしんないね、アイフリードね。ということで、イズルドにも行く、ね、ことになりました。その前に、ちょっと待って、ほんといろいろやりすぎてて、1時間経ってるもんね。イセリアに行きたいね、イセリアに私は。ほいと。さあ、イセリアにやってみたよ。コレットのさ、家に帰ったらコレットのイベント起きないかなって思ってるんです。あ、コリンの鈴だって。コリン？シーナ？どうしたんだ？コリンが呼んでいるような気がするんだ。そんな気がする。コリンが？ロイド、この辺りで一番精霊とゆかりの強いところはどこだい？あ、この辺りだったら、やっぱりマーテル教会聖堂じゃないか。封印があったし。そこにコリンがいるような、そんなわけないか。ごめん、忘れて。シーナ。いや、行くよ、シーナ。そんなこと言われたら。マジかよ。なんか、いろんなイベントが起きすぎてて怖いんだけど。まだ最後のさ、戦いに臨む、ね、直前だっていうのにさ、ここに帰ってきたらタダで回復してくれるからさ、宿泊まる必要ないんだよね。実際ね。ハイドラばあちゃん、気をつけるんじゃよ。大丈夫かい？どれ回復してあげよう。さあ、コレットのイベント起きないかな、これ。ないか。ここがコリン、まさかコリンのイベントが起きるとは思わなかったな。しかも、大聖堂の方らしいから、マーテルの。ここを北に登っていった先だよね。先生の家とかもなんかないかな。ジーニアスたちのね、家。まあ、これ焼かれちゃってるもんね。これ切ないよね。ロイドはね、まあ家は大工さんの家だから関係なかったけど、先生の家だけか焼かれてるのって。よーし、じゃあちょっとね、新しくセーブ取って、ほいと。で、行きましょうか。ほんとね、ほんと、最終決戦だけして終わろうと思ってたんだけど、終われないね。フィールドへっていうことなんですが、大聖堂はこれすぐそばにあるんじゃないか？よいしょ、歩いていこうか。わかりづらいもんね。大聖堂ね。おっと。ちょっと一旦降りて、降りられない？もしかして。うわ、マジかよ。セリアから歩いていくしかないのか。じゃあノイッシュに乗っていこっか。その方がいいよね、多分ね。よし、コリンに会えるかもしれないの。びっくりだね、会えたらね。さあ一番最初のね、村を、一番最初のマーテル教会大聖堂にやってね、来るとは思わなかったな。さあ、ジーニアスにね、使ってもらうか、最強の魔法ね。メテオスウォームだったっけ。びっくりだよね、本当にね。さあ、マーテル教会大聖堂、こん中、そういえば中奥入っていった感じだったね。間違いない、ここにコリンがいる。ここには精霊はいなかったぜ。でも感じるんだよ、コリンを。奥まで行ってみよう。頼むよ、ロイド。あ、わかった、行ってみよう。マジかよ。ここ奥まで行くの？ソーサラリングでここなんか真ん中開けて行ったとこだったよね。私の気のせいだったのかな。コリンいないみたいだ。シーナ。これは、コリンの鈴が。コリン生き返る、もしかして。そんなサプライズあり？
すごく優しい世界だよ、そしたら。うわぁ、コリン、コリンなのかい？シーナ、召喚を操るための末裔、私に人の心を示したもの。コリン、じゃないのか。求め、与え、笑い、泣き、怒り、戦い、守り、愛し、憎む。何を言ってるんだ？人の心は私に何を与えるのでしょうか。この、ベリウスにそれをお見せなさい。来るぞ！え？あなたたちの心を確かに感じました。不安、後悔、焦燥、孤独、さらにそれに負けないほどの希望、勇気、愛。戦うわけじゃないのか。私は心あるものを見つめる存在。誰とも契約せず、何者にも縛られません。ベリウスって言ったね。あんたは一体。シーナ、私はコリンでもあったのです。精霊でありながら、最も人の心に長く接してきたもの、といったところでしょうか。心に接してきた？力を失い消えそうだった私を、人の心が繋ぎ止めました。人の、あらゆる性、負の感情が、私を心の精霊ベリウスとしたのです。でもさ、とにかくさ、コリンなんだろ？ええ、そうですね。コリンですね。また、一緒に行けるんだよね。来てくれるんだよね、コリン。いいえ、私はここから世界に溶け込み、心ある者たちを見つめます。そんな。召喚のための末裔シーナ。確かに私はあなたとは行かないかもしれない。でも心は共にあります。あなたたちの心に触れ、私は心の精霊として確立したのですから。心は一緒なんだね。ええ、そうです。あなたたちに、人に心がある限り、私は人と共に、そしてシーナ、あなたと共に歩き続けますよ。心ある限り？忘れないでください。私との約束は心だということを。でも使えるようになるんじゃないの？これ。ベリウス。心か。よかったね、シーナ。コリンが復活してくれて。そうよ。人の心が彼をつなぎ止めたのなら、コリンをベリウスとして復活させたのは、シーナ、あなたの心だわ。違うよ。みんなのおかげさ。みんなの心が、私をベリウスと引き合わせてくれたんだ。ありがとう、みんな。おっと、プレテアとね、ゼロスたちはいなかったね。まあいろいろあるんだろうね、この辺りはね。絶対に抜けないパーティーがこのパーティーなんだろうね。しかもこれ結構、多分結構前に起こるイベントなんじゃないかな。いやでもそんなことないか。イセリアにさっき入ったら起きたイベントだもんね。さあじゃあ大工の家に行きましょうか。で、ソードダンサーと戦うかどうかですよね。まあ、一瞬戦ってみようかね、ソードダンサーともね。まあ、大工の家はもう起きてるかな、そのイベントとしてはね。まあ、クラトスか。ロイド、ミタスを止めてやってくれ。おう、カスタマイズの注文は必ずやってくれ。なんかロイドのね、なんか奥義が手に入るかなと思ったんだけどな。究極奥義みたいなやつがね。それはなさそうだね。よーし、そしたらもう行くべき場所は、うん。そうね。行ってみるか、そしたらソードダンサーね。戦ってみますか。イセリアの森。いるね。じゃあミトスと戦う前に、ソードダンサーと戦ってみましょうか。新宅の村イセリアにここに上書きして、うん、本当に今回を最終決戦にしようと思ったけど、ね、なかなか最終決戦にならないかな、これ。で、メンバーをですね、ここにコレットを入れて、で、コレットはもうひたすら術技で戦ってもらおうと思います。だから、作戦としては、コレットは離れて術を使ってくださいと。で、ゼロスも離れて術を使って、って欲しいけど、ゼロス入れるよりかはそれで行くんだ。あーでも回復ができるか、ゼロスだったらね。どうしような、間に合うかどうか。ジーニアス入れてみたいな、一回ね。ゼロスとジーニアス交代して、
で、ジーニアスも、その、離れて術を使う絵にしようかな、作戦的にね。あれゼロスになってる。待ってね、ジーニアスとゼロスを交代して、ロイドに変えて、作戦を離れて術を使いにして、で、術技でロイドが指示するのが、R2 を、これにしようか。メテオスウォーム。デル2を、コレットの、ジャッジメントが一番強いんだったかな。グランドクロス、どっちが強いの ?TP40、敵全体。グランドクロスの方が強そうだね。うん。じゃあ、グランドクロスにしようか。よし。じゃあ、これで突っ込んでみますよ、私は。で、この辺で勝っても負けても、とりあえずね、突っ込んでいきましょうか。最終決戦ね。いや、一旦区切ってもいいか。最終決戦に行く前にね。うん。じゃあ、行くよ。ロイドは装備これでいいかな。来たか、強き者よ。我は全てを取り戻した。さあ、戦え。いいだろう。全てはこの時のために。こいつ強いぞ。何回も死ぬことになるでしょうが。行きましょうか。まずは、アイテムをロイドが使いますと。で、スペクタクルズと。で、ロイドくんが、とんでもねえな、これ。ロイドくんは術技で、飛天ショークがあるからいいよね。おっと。おっと、飛天ショークでひたすら手を、あ、でも線当たるようになったね。おぉきっつ。ほっ、どう、結構当たるね。おぉ、結構入る入る。スパークウェーブよいしょ。ほいっと、よいしょ。うおーはっ。さあ、ロイド君はもうやばいよ。レモン、よし。そしてほっ、そしてパイン、ほっ、ほい。めっちゃ当たってるな、メテオ。でもまだこんだけ、まだ7万か。くっそ、ほい。エンジェルフェザーズ弱いな。ファイアボールかよ、最後。おお、入ったね、福音だって。ほい、うい。うわ、先生が危ない。うわー、先生が、コレットに使われるよりかロイドが使うか。アイテムはロイドが使ってあげようかな。ライフボトル、先生と、ほっほっ、うおー、ロイド先生にライフボトル使ってもらおうか。ロイドが倒れたらね、他のメンバーが一瞬で多分ね、闇に葬られちゃう。ほっ、ロイドは自分で自分を回復してくれ。レーモン、ほっと、ほいっと。先生先生がちょっと足引っ張ってんな。やっぱ回復役が一人、もう一人いないときついか。ん、ロイド君にあと5万だからね、なんとかいけそうな気もするけど。ほっ、先生にリダレクション使ってもらうか。ほいっと、ん、ほっ、うおー、いいね、リダレクション使ってもらったらだいぶ回復するから、先生にガンガン使ってもらった方がいいよね。
パインをロイド君が使って、先生近づかないでくれ、頼むから。先生近づかないでくれ。ほんと、あ、そうか、先生の霊をあれに入れてなかったか。グランドクロスを入れてたからか。しまったな。レモン、先生の霊を入れとくべきだったな。うん、うわ、ロイドが。よくもってコレットが言ってるけど。ライフライフライフ、ホイドホイド、うおー、ロイドが、ロイド、レモン、放置してはダメ、ほっ、ホイド、よいしょ、ありがとうリザレクション、それが一番欲しかった。うん、先生リザレクションだけを使ってほしいな。うお、ロイドが倒れるぞこれ。パイン使ってロイド、うん、ほっ、ほい、うお、ほいと、ほっ、お、倒れた、オッケー、ナイス、サンマ、もうちょいだぞ。頼むよ先生、アグリジェットシャープとかよりも回復だけをとにかく優先にしてくれ先生。作戦で先生回復をしてくれっていうのにしよう。回復してくれ。よいしょ、放置してはダメ。さあロイド君はガンガン攻めてくれ。うおー、さあロイド TP がまたパインを使う。ほい、ポン、うおージーニアス君、ロイドを生き返して、もうちょっと倒せるんじゃないかな。ほいっと、先生が、待って、先生、先生、先生、リザレクション使って、うん、待って、あっさり2人やられちゃったし、ここで死ぬのはきついって。ライフ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 をロイド、ありがとう、気をつけて。ほい、でロイドが下がりつつ、ライフを、ライフボトルはどこだ、かなり使ってんな。ジーニアス1回しと、うん、痛い、ほっ、先生、先生何近づいてんの。リザレクション使って先生、よーし、グランドクラス使ったら倒れてくれるから、この間に何とかしてくれ。よーし、助かった。先生、使うんだったらリザレクションにしてくれ。うおー、だいぶ当たってる。おっと、3連打、やれロイド。もうちょっとでいけるぞ、いけるぞ、レモン、ほい、ほいと、うおー、ありがとうリザレクション先生、ありがとう先生。もう一回リザレクション使ってもらっていいかな。了解よ、うおー、反省してくださいね。はい、エクストラジェムレベル1ガルド3万、グレード 4.7 マイナス 4.75。 エクストラジェムしかもらえないの、なんだよ。我はとじゃさらばだ強き者よ。草薙の剣だって。終わったのか、終わったのか、ええ、もう現れることもないでしょう。あの骸骨さんもこれで救われたね。救われた、諦めたんだとしたらなんか辛いけど、
満足したんだとすると、もう苦しみから解放されたってことだもん。苦しかった、そんなの考えもしなかった。あのモンスターも戦いを求めてしまうような何か訳があったということかもしれないわね。でももうそれも満たされたんじゃないでしょうか。魔界のものといっても、私たちと同じ考える知性がある、存在する理由がある、そんな当たり前のことも先入観で見落としていたなんて。私もまだまだね。戦って倒しただけでも誰かを救える時があるんだな。ロイドが一生懸命頑張ったから、骸骨さんも満足したんじゃないかな。コレットってすごいよ。え？コレットのおかげでさっきのやつは救われたんだよ。そうね、コレットがこの話をしなければ彼はモンスターとしてただ倒されただけですものね。何を言ってるんだ。さあロイド君、手に入れましたよ、草薙の剣。東方の神が悪魔を倒すために用いたとされる神具のうちの一つ。やりましたねロイド君。しかし先生が倒れてしまうという。いやー、これはこれは、いやー、一つやりたかったことがね、この一つ達成できたので、まあこいつ倒せたら多分ね、倒せるんじゃないかな。もうこのままいっちゃいましょうかね。もうでも行く場所ってないよね。まだあるかな、イベント的に。起きそうなイベントがある場所はまだ、あの風のね、神殿の近くにあった町とかも、もしかしたらなんかイベント起きるかもしれないけどね。ハーフエルフの人がいたところね。さあメルトキオに入ってアイテムをがっつり買って、でもう最終決戦に挑みましょうか。最後の戦いってことね。まあパート分けてもいいんだけど、2,30 分で終わっちゃう可能性があるからね。最後ね。さあお金もたんまり手に入ったし、しかしジニアス強かったな。 3,4,000 ぐらい当たってたんじゃないかな、あの魔法ね、メテオスウォームね。さあこれで必要なアイテムは全部確保できたので、でコレットの魔法も当たってたよね。コレットでもあれが最強の魔法なのかな。だとしたら結構早めにコレット覚えるんだね、この上級魔法ね。スターダストクロス、頭上に複数の星を降らせる奥義、グランドクロス。多分コレットは割と早めにこの奥義みたいなのを覚えるから、だから前線でコレットがね、術を使いまくって戦うっていうのが結構ね、みんなのテイルズ・オブ・シンフォニアだったんじゃないかな。私はね、全然コレット使わなかったから、あと術もほとんど使ってないから、その恩恵に預かってないけどね、肉弾戦パーティーで言ってたから、本来は術の方がこれ強いぞシンフォニア。何かしらの空は、なんであの空は。ということで最終決戦のメンバーはどうしようね。術が強いということが判明してしまったから、このままのパーティーで突っ込んでいってもね、いいんじゃないかなと思うんだよね、ミトス戦ね。このプレセアとかを前線の殴るキャラクターを出すべきかどうかってとこだよね。まあ相手の弱点が分かってたからね、まあ、パーティー組んでうまくいけたけど、まあでもジーニアスが相当ダメージ当ててったからね、3,4,000ぐらいね、一回術が入るだけでね。まあでもいつものメンバーでいくか、最後はね、しょうがない。これいつものメンバーですね。で、作戦として、まあこれでいいでしょう。そしたら最終決戦挑みに行きましょうか。まあ1時間34分経ってから最終決戦に挑みに行くっていうね。一旦終了してもいいけどね、ここね。一旦終了しましょうか。入り口まで行ったら終了して、またね、最終パートとして最終決戦のねパートを作りましょうかね。はい、ということで救いの塔の
このね、最後のこの階段を登り切った先でセーブして最終決戦に挑みましょうかね。どうしような、まあそのまま行ってもいいけどな。悩むとこだね。ここ登っていったらもうすぐだもんね。うん、よし。そしたら、シルバラントでセーブしてるこのデータに上書きをして、もう最終決戦に挑みましょう、このままね。うん、サムネの画像何にするか迷うところだよね。どうしような、もう一パート作るか。そしたらね、やっぱり、これか。ということでね、1時間30分ほどね、結局プレイしちゃいましたが、次ね、即やっていこうかと思いますので、チャンネル登録、コメント等よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。